はい、どうも皆さんお久しぶりです、プロ野球スピリッツエース実況動画アウトロインハイやっていきたいと思います。久しぶりですね。今回は、イベントで昨日まで、さっきまで行われていた、プロスフェスタですね。チケットの方をたくさんではないですけど520枚集めましたんで回していきたいと思います。まあただ回してたつまらないので、一応ドラゴンズのこのチャンネルなのでドラゴンズの話をしていきたいと思います。ね、昨日3月2日だったんですけど、この動画撮ってる昨日のソフトバンク戦も本当情けなかったですね。本当に正直ドラゴンズファンとしても恥ずかしかった。14対2でソフトバンクに負けましたね。もうソフトバンク確かに強いから負けるのはあると思うんですけど、あまりにも情けなかった。もうソフトバンクの攻撃時間がもう1回だけで30分40分で、中日の攻撃時間が2、3分。もう本当マジで言っちゃうと、もう本当情けない。本当に、うん、本当あんまこういうね文句ばっか言いたくないんですけど、文句しか出てこないような試合だった。はっきり言って笠原選手がね先発投手だったんですけど、もう本当正直情けなかった。フォアボールが5つでヒットが4本。もうソフトバンクの選手ただでさえねバッター陣すごいのに、もうフォアボールばっか連発してたんで、あれじゃあもう本当に試合にならんっていうか、まあ、あれは多分笠原選手2軍行き確定ですね。左投手今年松葉選手、小笠原選手、笠原選手がいたんですけど、ちょっともう笠原選手は脱落ですね。2軍降格あってもおかしくない。正直ね、笠原選手も2年前かな、2019年開幕投手やってたぐらいなんで、あのチェンジアップという武器があってね、いい投手だと思ったんですけど、確かあの血行障害か心臓系の病気かなんかで1回シーズン棒に振ったんですよ。で一応手術して治ったって言ってるんですけど、もちろん手術とかねそういう大変なことあって文句は言うの良くないかもしれないんですけど、選手である以上ね、一応プロである以上治ったって言うんだったら結果出さないといけないと思うんで、ちょっと厳しいかもしれませんけど、もう期待してるんでね。やっぱ昨日のオープン戦の開幕投手として使われてるぐらい監督も期待してると思うんで、ちょっと昨日の投球はねがっかりしました、正直。うん、ドラゴンズのね打線陣も本当情けない。もう全然打てないもん。でそんな中ね、唯一の14対2の2点を叩き出したのが根尾選手ということで、本当根尾選手ね、最近オープン戦ずっとね練習試合活躍して、今年こそやってくれるんじゃないかという。まあショートはね、あの強打選手いるんで守備はさすがに上回れないですけど、外野だったら全然もう平田とかね、もう本当情けないプレーしてるんで、1億5000万ですよ。1億5000万もらって、あのもう働きですから、もう全然根尾選手奪えると思いますよ。あとレフトもあるんでね、センター大島選手はちょっと無理だと思いますけど、ライトレフトならチャンス大ありだと思うんで、もう今年こそねぜひレギュラー奪ってほしいっす。あんな正直平田なんかもう突き飛ばしてほしいわってぐらい、もうめちゃくちゃ言っちゃった。もうそうですよ、だから今年こそは結果出してほしいですね。このままいけばね結構いけると思うんで、かなりバッティングね引っ張ったりとかもできるようになったりとか、もうフォアボール取ったりとか、ボールも見極めたりとかね、バットをちゃんとフルスイングしっかり振り切ってヒット打ったりしてるんで、あれはいいと思いますよ。足速いんでね、塁出たら盗塁できますし、期待ですね。まあでもね、昨日の試合は全体的に情けなかった。14対2は本当にソフトバンクが強いって言えそこまでですけど、エラー数も中日3つぐらいあったんで、投手で投内連携とかもファーストボロボロ落とすし、ほんと正直ね、ミスもあのミス見てても情けないと思った。うん、多分テレビでドラゴンズファンの方々見てた人も本当にため息出たんじゃないですか。ほんと情けないですね、正直。うん、もうがっかりっていう言葉しか出てこない。まあ、まだ1ヶ月あるんで、今ボロ出た方がね直せるんで、本番で出るよりはいいですけど、早く早急にあのミスだけはなくさないと、本当笑ってられないんでね。まあでも昨日祖父江選手とか、あの清水選手とかね、いい投球してたピッチャーもいたんで楽しみはありますけど、先発としてね左があまりいない中、笠原選手はもうちょっとやらかしましたね。小笠原選手個人的に期待してるんで、2015年のねドラフト1位で入ってきた時はもう輝かしかった。ストレートで浮くぐらい上に上ずって、もうすごかったんですけど、今面影がなくなっちゃったんでね、今年結構あの番組ドラゴンズのねテレビとかで今年やらなきゃもう終わるとか言ってるんで、本人も自覚してるみたいですけど、結果出してほしいですね。もう後がないと思うんで、いくら高校生とはいえ、とりあえずあのストレートというかね、あの勝ち負け関係なく輝きのあのストレート、あるストレートもう一回投げてほしい。それからね、あの変化球とか覚えればいいんで、まだ若いんで、まあ高校生入ってきて5年ぐらいなんで、まだ23とか
なんで、もう今はねストレートをねどんどんね投げ込んでほしいなって思いますね。まあ、あと開幕まで1ヶ月なんでね、ちょっとワクワクしてますけど、まあ、今年もねコロナなんでなかなか観客制限があってねいっぱいにはならないですけど、もうぜひね今年もこうドラゴンズファンの皆さんと一緒に応援して優勝今年こそは目指してね、皆さんと笑い合いたいですよ。もう数年前ね、2015、6年とかも谷繁政権の時暗黒だったんでね、それを考えれば今だいぶ良くなってるんですけど、やっぱ優勝っていうのが、ね、一番目標なんで、まあ、クライマックスも見たいんですけどね、最近出てないんで、去年は残念ながら3位で嬉しかったですけど、コロナあってなかなかねクライマックスできなかったんで、今年こそはぜひ優勝して、優勝というかね日本一目指して頑張りたいですね。今年もうこれからどんどんドラゴンズのね動画上げていくんで、ぜひ皆さんこの動画見ながらも楽しみしつつドラゴンズも一緒に応援していきましょう。ということでこのチケットね回しましたけど、 A ランクは出ましたけど S 出ませんでしたね。まあこんなもんですね。まあ人生甘くない。次回また頑張ります。クロスピー動画もね頑張っていくんで、どんどんオーダーも強化して、ちなみにエナジーは95エナジー、まあ帰ってきましたね結構。はい、じゃあこの辺で今回の動画終わります。さよなら。